本日フランス国籍の女性エマニュアル・ボダンさんが NHK を被告として契約関係の存続の確認と不払い賃金並びに損害賠償を求めて、真実を伝えるという任務を持っている報道機関において、フランスの政府の避難勧告に従って避難した人を理由なく解雇するということは、まあ、驚くべきことなので、ぜひその状態が回復されるよう迅速に手続きを進めていきたいと弁護団は考えております。詳しくは西岡弁護士から紹介していただきます。私は弁護団の梓和之でございます。はい、私は21年間 NHK のために誠実に職務を果たしてまいりました。このような権威ある機関で働けることを誇りに思い、熱意を持って仕事に取り組んでまいりました。2011年の3月15日、未曾有の大災害直後の先行き不安な時期、私は家族を守るため、念のため2人の娘と共に、混乱が収まるまで一時東京を離れる決心をいたしました。その間で直接契約してらっしゃるんですね。はい、そうです。でそれは1年おきに更新されるような契約制だったんですか。そうです。期間が特に定まってたというわけではないですか。期間はですから、その毎年その1年分、4月から次の3月までという内容で、最後のこれはまだ調印まではしてない契約書だと、平成20年4月1日から24年3月31日までとすると。